スキャットとは、主にジャズで使われる歌唱法で意味のない音をメロディーに合わせて即興的に歌うこと。この歌唱法は、歌というよりも声を一つの楽器として表現することが目的である。ジャズミュージシャンのルイ・アームストロングが第一人者として知られる。収録中に歌詞を忘れてしまい、適当な言葉で歌った NG テイクがスタッフに受けてそのまま使用されたのが、 この歌唱法の起こりだという。当初、日本では、ジャズ愛好者以外にはあまり知られていなかったが、1960年代、後半以降、テレビドラマの劇とも等に多く使用され、一般にも認知されていった。他に映画、男と女テーマ曲、ザ・ピーナッツ、恋の風が、サントリーオールド CM ソング、夜が来る、徹子の部屋のテーマ、雪おり夜明けのスキャット、 スキャットマンジョン、スキャットマン、人間椅子、無常のスキャット等がよく知られている。また、第76回 NHK 全国学校音楽コンクール高等学校の部下大曲、あの空や青のジャンプでも一部この歌唱法が用いられている。2015年には乃木坂46が、今、話したい誰かがいるのタイプ A にスキャットマンジョンをオマージュしたポピパッパパを収録した。 ありがとうございます。